お疲れ様スラットです。今日はですね、えぐいデッキで、世界ね上位に行ってる方がいたので、ちょっとそのデッキをね早速やっていこうと思います。でこれちょっと見てほしいんですけど、いやこれなんですけど、まあ嘘やんってなるんですけど、あの本当です。嘘だと思う人はね、ちょっとこれ API であの調べてくれれば出るんですけど、マジ海外のプレイヤーこれで世界20位30位ぐらいまでな、はい、行ってました。やばくないこれ、どういうことっていう。まあなんかめっちゃ弱そうなんですけど、僕まだこれ1回も使ってないです。実際1回も使ってないんですけど、ちょっとねちょっと実験がてらやってみようと思います。本当にこんなんで勝てんのかっていう。まあゴーレムキョスケか、ゴーレムキョスケかつ、まあ、ダクプリユーノとかはね、ちょっとまだなんか人形スマって強そうみたいなの分かるんですけど、ナイトいるかっつって。マジで。陸域すげえ多いし、なんで文句来たのっていう、この、どういうことっていう世界に今いるんですけど、僕は。そして、まあ、なんかおもろいカゴムレね。マジで、ヤナアメ枯渇とかでもないのに、ヤナアメ枯渇する要素ない。さ、ユーノの突進、素敵。まあガゴムレ好きなんでしょうね。さあでもこのキョスケに対してね、ああいいトリトンだこれ、めちゃくちゃいいな。爆破当たんないっすね、あのトリトン。お願いリセット系なければ。インドラだいぶ熱いぞ。さあこれなんかあってなんかいい形になってきちゃいましたけど、ああインドラぶっ刺され、よしよしよし。でもサンコスのねなんかトリトンとかすごいなんでね、僕は。わあでも卵が生き返っちゃうよ。まあでもなんか意外と悪くない。さあてかガゴムレはね、あの文句の反射でいかれるし、よろしくないんですけど、マザヌクもいて出さなきゃいいか。さあなんか意外と押してる嘘だと言ってほしい。なんならボコボコに負ける未来まで見てたんですけど、ちょっと勝てそうでなんか意味が分かんない。うい、まあ何かが刺さる論なんですかね。いやもしマザヌク何しろ、たまたまいいやなめしてる。てかこのさ、あ文句がいんのかガゴムレ。いやマジ文句って言うのか。あマジなんで押してんのっていう、結構謎なんですけど押してます。でライトニングはね一応あると思うんですけど、ライト使ってくれたら使ってくれたみたいなところもある。あ使わずに落とされるのはね一番嫌な展開ではあるが、だいぶ相手からしたら苦しいぞ。まあ、マジで何とかなりそう。いけいけいけ。え、マジでどういうこと？え？どういうこと？マジでどういうこと？初見です、はい。あの一回も使ってないし、なぜ勝ったかもわからないっすね。はい。だってマザネクきついしねみたいな。おお、もしかしてもしかして強いもしかして強い。いやこれは嘘かまことか、ちょっと皆さんもねチャンピオン入ってないんでね。しかもなんかナイトガゴムレなんか無課金に気持ち優しいみたいなね本当かこれ。うん、その後ね、2400いかないぐらいかな、2380ぐらいいってたんですよね。これで。うわなんかエレジャイ、やっぱゴーレム使ってると、エレジャイはね、やっぱきついイメージがある。ああ、ミニペもね、だいぶ相当やばい。まあ、でも、攻撃だと、もしかしたらあるんじゃねえかっていう、なんか、根拠はないが。根拠はないが何かあるんじゃないかと思いもあるが、いやガゴムレいらんかったかな。
いか。お、なんかダクプリが跳ねるかつさ突進。おうおうおうおお、頑張ってる頑張ってる。ナイトあんの意味わかんねえな、冷静に。どっから来たんだ。さあ、いやまあこれでもトルネがね強いっすよ。あでもこれあ入ってた。あダクプリ走らせばよかったな。まあでも硬いユニットが多いのでなんとかなりそう。てかこれさあ、インドラーカーだ。マザネクとかいんのかな。いなかった時のこのガコミガチ強いんですけど、いないな、いないにかけます。いたらドンマイトルネ使って、あーフェニーは強いって。そのフェニーはやばい。あしかも、いやーガーガーの火力高くてよかった。さあこのゴブリンの意図はだいぶわかんないけど、いやエレジャイ止まんないっすね。でもまあ普通に考えて、まあ止まんないけど、相手もこの俺のさゴレ止まんないよねっていう考えもできる。うわぁ、エレシャイ釣り行くんのかな。本気で守るか。一旦守る努力はする。一旦守る努力はして、まあ、守らなかったらどんまい。守る努力だけする。よしよしよし。努力は実る。お、頑張れ。マジでハゲるハゲる。普通になんかエレジャイがマジで、あマジでやっぱこういうことっすよ。環境もうこのデッキが悪いとかじゃないの。このデッキはさたらちょっとやれる。希望はなんかありそうだ。いやマジエレシャイ、マジで嫌い。使うけどね、全然使うけどね、トロアゲだと。けど使われるのマジで無理だな。やばすぎる、やばすぎるけど、このデッキはねちょっと希望はあるな。エレシャイが悪いだけだもんな。よし、あーちょっと待って、嘘だと言って、誰か嘘だと言ってくれ。えガチでやばくない？もう圧倒的エレジャイゴーレム重量級環境なんですよね今。なんか少し前にね、過去一じゃねえかっていうぐらいのあの大型環境があったんですよ。いつか忘れたけど、マジそれに近いもんがねちょっとあるっすね。今超えるよ、本当にすごいぐらい。大型が強い。さあまあでこのインドにはトルネがあるよ。あ使わないか、だいぶ溶けてるっす。さあエレジャイがいなければこのインドは頑張れる。フェニックスに程よくやられろ。よしよしよし、痛いよー、待ってー。えどうしよう、本気で言ってるよ、これで上がったな、おい。エレジャイしか引かんぞ、おい。よ、これで上がった、おい。ちょっと待ってよ。さあ、チャッチャトルネード使わしつつ。いや、でもさっきはエレジャイミラーだったんですけど、今回エレジャイだけなんで、って考えると、え、あんたトルネード使ったね。いけ、マジでいけ、わからせろ。エレジャイだけは分かれてろ。
いやだいぶクリソ。よしよし、やっぱさっきはあのミラーが悪かった、ミラーが悪かったよね。あー、それも悪い。同じ正直一緒。あー、全然同じ。だいぶきついやん。え、ってかさ、あんた、いけいけいけ、マジで。よし、絶対分からす絶対こいつだけ分からす。エリジャインの恨みは謎に異常。ダクプリ、よし、勝つ。マジフェニックス使った後の覚えときは、このガゴムで行くかんな。これ5コスガチで5コスで行く。いやーマジで5コスで行くな。いや、トルネード来るんで、たっぷり。うわー、マジエルジャイ絶対強いって。早く9コスにして。8コスはね、フェニックスの下方ぐらい変わんない。本気で9コスにした方がいいと思うんですけど。こんな頑張って負けそうなんだ。嘘って言ってくれ。お、焦げちまう。走ってみんさい。怒ってるぞ俺は。めちゃんこ。そういう楽な防衛方法ばっかりして、うわーマジで腹立つー。でも俺はマジで諦めてない。諦めた。ぶつけよう。え、これはこのデッキが弱いにたどり着くか、それともエレイシェイが悪い。いや俺はそっちだとね思いたい。そっちだと思いたいよ。こんだけエリジェイ当たってよ。おまじ。あー、エリジェイやば。ちょっと待って。うわ、待って、やばい。ちょっと待って、大きいのぶ。え、久々になんか、久々にやばい。うわー、いっくー。ベネディクターだ、これ。やば。うわ。あー、よかった。よかったよ、ほんとに。俺マジでよかったよ。本気でびっくりしてたこんな当たるんだと思って。本気はエレジェイ強いの知ってるけどさ、こんな当たるかっていうぐらい当たってたよね今。わ、よかった。よかったっていうのもなんかおかしいんですけどね。あーもうマジでなんか先行するみたいな。やめてよそれね、怖いからさ。やばい。あ、マジでなんかいろいろとうまくいかん。いや、いいボンバー受けだそれ。うまっ。よ、うまっ。ちょっとね、一回冷静にね、こんなねちょっと乱されることあんまないのよ。やれじゃ、やっべー、本気でやっべー。お前ボンバーいたらエリジェみたいなもんか。ボンバーフェニックスエリジェやないか。エリジェ選ばエリジェ抜きみたいな。さ、ヤナメか。ヤナメ。まじどうしよう。ちょ、まじどうせ行かれるんで。回る前に。
スケートの舞台まで行く。はい、よしよし。いや、これなんかさ、橋前ゴーレムの世界線ないかな。いや、あります。橋前ゴーレムの世界、ゴーレムの世界線しかない。インドラまで行っちゃう。さあ、さすがに止まらない。ヤラムまで行っちゃう。さあ、やりすぎぐらいがちょうどいいよねな。いやー、でもこれ山使ってもらってね。さあ、陸がちょっと苦しいんじゃないの。ユーニーいいね。あ、なんか俺もやばい香りがしてきてる。インドラ使いたくないんだよな。あー、うまっ。あ、全然勝てません、このデッキ。嘘だ。マジで。嘘でした。じゃ、もう一回勝つまで行こう。いや、本当にこれで上がったのか。マジで、でも、全然勝てねえな。俺の引きが悪いってことか。さあ、ゴブリン、ちょっと集中しよう、ガチ。このデッキに集中とかあんのか。さあ、ウッドゴブリン、ホグ、迫撃、まあ、スケートンラッシュは薄いか。まあ、豪快転系が見えますね。ロイジャイまでもあると。もしかして10連続でロイジャイ引けばいいとかかな。わー、待ってくれんのはね、美味しいよね、なんか。さあ、キョスケ。いや、このキョスケの安心感もえぐい。ゴーレムの後ろにね、やっぱユニットつけるのも強いんですけど、もちろん。キョスケ、ダクフリーしとけばいいんだよな、困るんでね。さあ、フェニックスといえば、まあ、ロイヤルジャイアントですね。綺麗にトリトンで剥がして、フェニックス延命されちゃうな。あ、めっちゃいいトリトンですね。これ、キョスケも当たんないし、ダクプリも当たるか、それは。お天才。いや、ダクプリが、ゴブリン強いね。いいね。ゴーストはね、囲まれちゃうんですけど、あれ、ダックプリもなんか囲まれないのかな。さあ、相手は、こいつ一体何をやってんだと思ってるでしょう。俺も持ってる。ゴースト守れねえな。まあ、許容でいいでしょう。相手がライトニングならば、このね、ガゴムレも相当強い。いや、ライトニングっすね。で、ハンターフェニーだ。今これ、ロイ、来い。0.1 秒でガゴムレ出す。ふふふ、いや。で、ここに、こういうのつけてあげて、あそこにヤダメっすね、これ。ゴブリンが。お？で、だいぶ苦しそう。さあ、真ん中フェニックスで、いやー、だいぶいい消してるけどな、卵で。あ、ガゴやめろ、余計なこと。さあ、もうガゴ群れがガチで最強ってことが分かった。さあ、ここはユニット残ってる。確実にこれで。よし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 。あれ？これ多分あれだな。ヤナメ持ってない相手にガゴ群れで勝つ。しか思いつかないんだけど、勝ち方が。本当ですか？嘘？このプレイは本当ですか？さあ、卵に飛んでほしい。竜の追加だいぶ熱いな。おお、ダックプリまでどんどん追加していこう。おお、からのガゴ群れまでいこう。おお、さあ、ハンターか。あ、インドラへのエムがいってる。ハンターサイダラ、お主はどうすんのよ。ほい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 。なるほどね。神相性か、絶望の相性の2択です。やば、究極の2択ゲームだな、このデッキ。
なんか今のも相性すげえ良かったよな、多分。めっちゃいいか、めっちゃ苦しいの2択だな、これ。やべえ。やべえが、ちょっと好き。やば、これ。あ、なんだ、なんだい。だからまあ、エレジャーを引かなければ強いんだな。あ、もう、もうなんか気楽っすね。ゴーストなんで。まあ、最後、テッカとか来てもみたいな。あー、ロイジャーいいですか、お兄さん。コーストってロイぐらいしかマジないっすよね。ガチで暇やな、め。アンターエレスピとかかなぁ。アチャクイとかがいてもね、アチャクイピッキって意外とガゴムで苦しいみたいなとこあるんでね。わぁ。さすがに出せないっすね。ユーノとかナイトがあればいいんですけど。やばい、滑った。さあディガーとか欲しくなっちゃうな、なんか。あースケールスピなんでもう対空ハンターだけっすね。あんなにトリトン嫌だな。さあ一旦捨ててくる。いや俺はぶっちゃけ2倍タイム入ればいいんで、これライトっすね絶対。なのでこのガゴ群れの前のこのダックプリで、さああなたはエレスピースケでハンターを、ハンターを回すんですよ。強いって。ああ、うまいって。さあ、でも、こうなってくると安っすね。ガゴ群れでも刺さんのかな。若干刺さりそうなんですけどね。俺はまだダメージそんな受けてないんで、全然悪くはない。今来てもインドラがあると。いや、守れはするね。よしよし。やっぱ中途半端な攻めのカウンターが怖いですね。よし、インドラダフィー構えて 0.1 秒で出します。これ出すのだけ早いよ。これ氷につけときゃさ、この巨石が多分ガチで弱いんだなと思いながら、 OK フルブッパー本気でわかんないけど、やらむっちゃう。いけ、あー、ミリ残ったのはね、ガッツやばい。お、ハンター。もうだいぶ、いやー、いろいろ悩むな、これすること多すぎて。マジで、いや、もうやっててわかんねえもんな。それうまいって。あ、でも、トリトンまで見えるですね、いっぱい。なんか、キング起動の。うわ、うまいなー、マジで。今、ハンターいないんで、でも。よし、安心安全のゴーレム。守れねえかな、このまま。守り逃げしたいんだけど。マジ守り逃げちょっとできそうだよ。ガゴ群れ、インドラいっぱいいて守ってもらって、え、なんか入ってね。あ、勝ったわ。あ、マジどういうこと。でも気持ちいいっていうデッキですね。うわ、すっげえこれ。よう思いついたというか考えたな、これ。ということでこちらのね、ゴレチョスケエレジャー来たら発狂しますが、ちょっと皆さんも一回だけね、あの負けたか即捨ててください。はい、やってみてください。ではお疲れ様でした。またねー。エレジャー行こう。おはよう。